どうもルイです。今回はですね、セイントセイヤレジェンドオブジャスティスやっていきたいと思います。今日最終日のピックアップガチャありますので、こちらをねちょっと最後回していきたいなと。でピックアップのセイントはまあもちろんアイオロスということなので、まだアイオロスちょっと持ってません。なので、まあ、今日手に入ると確実に。で20回以内にはまああのピックアップのセイントは確定できますよと。でまあ提供割合ちょっと見ていくんですけど、星5のセイントが 0.9207% で出ます。でアイオロスの方がピックアップされていて 0.1601% で出てきますよと。でその他のセイントとしては、まあ、こちらサブなのでほとんど持ってないんですけど、セイント、まあ、低いところでいくとサガゼン、サガアク、ソレント、カノン、このあたりが 0.0125% で、まあ、出てきますという感じですかね。まあ、あとね20回以内には確実にアイオロス手に入るので、まあ、今のところちょっと40連は回せるという感じなので、じゃあね、ちょっと回していきましょうか。まずはサブの方から。まあ、サクッとしてますんでね、すぐ終わるかもしれないんですけど。まあ、狙いは、まあ、サブなので、まあ、確率の低いね、セントしてほしいと。さあ、最初の10連。で、今、この段階で、ピックアップ来なかったので、まあ、次ね、アイオロス確実に行きます。さあ行きましょう。確定のアイオロス。ああかっこいいっすね。いいですね。はい、じゃあねあと20連ありますんで、ちょっと20連回していきましょうか。さあお願いします。さあ残り10連ですかね。さあ行きましょう。さあ出ずというところなんですけど、一応ねあと10連回せたら星5のセイントが確定なので、ちょっとあと10連ちょっと回してみたいなということなんで、まあ、今日のね、おすすめまだ買ってないので、まあ、これでね、買って、最後ね、回したいと思います。さあ、お願いします。さあ、何が来るか。一応、星5セイントは確定できますと。あ、いいんじゃないですか。10年。いいんじゃないですか。これ持ってないので。まあ、こんな感じですかね。じゃあ次、本サバの方をちょっと回していきましょうか。はい、ということで、本サバの方に来ましたと。で、まあ、こちらもですね、ピックアップセイントまであと20回ということで、まだこちらもね、アイオロスを手に入れてません。さあ、まあ、あと20回で、まあ、確定ということで、まあ、50回はね、回せますんで。じゃあ早速ね、ちょっとアイオロス狙って回していきます。さあこっちが本番だぞとお願いしますと。早めに来てくれると嬉しいけど、まあ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 ですよねと。で次ピックアップのセイントはもう確定で出ますので、アイオロスは確実に手に入ると。まあこのガチャのいいところはまあこういうとこですよね。さあ行きましょう。君たちやりました。まあまあ確定なんでね、まあ手に入ると、まあ、それ以外はまあコツと。で残り30連ですかね、できますんでちょっと回していきます。星5のセイントはね30連目には必ず手に入るんですけど、ちょっとここで来てほしいかな。できたらここで来たらちょっと嬉しいですけどね。あ来ましたね。10年
やりました。ありがとうございます。ジュネ、あ、アフロデイっても来てますね。2枚引いてましたね。これは嬉しい。じゃ残り20連いきましょうか。いや、いいっすね。お願いしますと。なんですね。さあ、残り10回。さあ、行きましょう。ああ、こちらもですと。ということなんですけど、あとね、10連できたら、まあ、星5戦と確定ということで、こちらの方も、一応今日の分残してるんで、これをね、買いまして、最後、星5セイントね、獲得してちょっと終わりたいなと思いますと。さあ、何が来るか。さあ、ここ大事よ。あ、いいじゃないですか、見ろ。さあ、この1枚で終わりか。あ、1枚ですね。まあ、全然、見ろ。いいじゃないですか。ミロ欲しかったんで。持ってなかったですしね。まあまあ良かったんじゃないですか。まあ一応ね、自分のこのピックアップのイベントのガチャは、かなり神引きでした。かなり神引きだったっすね。まあね、皆さんはどんな感じだったでしょうか。まあ、アイオロスもね、ちょっと、まあ、凸はできなかったんですけど、まあ、このね、ガチャイベント終わってからも、アイオロス手に入る機会があるという感じなので、まあ、手に入ればまた凸っていきたいなとは思うんですけどね。まあ、ちょっとね、また、使ってもいきたいなとは思いますと。またね、ちょっと動画の方を出したいと思いますので、まあよかったらね、チャンネル登録の方と高評価の方よろしくお願いします。それでは皆さんまた。